はい、どうもよろしくお願いいたします。中石真澄です。よろしくお願いします。さあ、ね、これから動画でブログということでね、まあいろいろやらせてもらってるんですけど、まあなんかね、私ちょっと思うところがありましてね、ただ喋るだけっていうのがとても難しいなっていう、だからなんか人がおるとかなんかないと喋れへんなっていうのに気づきまして、ちょっと今回から始めていこうと思う企画がございまして、純白地獄、この純白の地獄をクリアできるか、はい、こちらの方を、クリア、このパズルをしながら何かを喋るという作業をしていこうかなと思います。まあね、これで、まあ、告知とかしながらね喋れたらいいかなと思います。はい、ね、何を考えてんねんって思うかもしれないですけどね、なんかね落ち着かないんですよね。なんかね、落ち着かないっていうのがちょっとすごく最近、まあ落ち着きがないんですけどね、生まれつきね。だからなんか触ってたらもうちょっと喋れるんちゃうかなと思いますしね、よろしくお願いします。あとね、まあさっき見た通り、超激ムズパズルなんで、多分今日一日では絶対に不可能なので、安心してね取り組めますね。まあ、だから大体喋りたいことが終わったら、まあ大体ベース10分くらいでね行こうかなと思います。よろしくお願いします。まあね、まあこちらなんで純白地獄とは言われましたけど、やっぱりねベリーイージーなんで、ちょっとねちょっとだけヒント入ってるんです。裏面にちょっと模様が入ってるんですよ。まあ、この模様をヒントにまたね進めていけるのではないかなという感じでございます。まあそれでもまあバリクソむずいんですけど、まあ慣れてきたら、なんやろ、そのなんだ、表面に進めていきたいですね。いや、表やったら多分一生終わらへんと思うけどね。まあ、とりあえずやる、今日やる作業は、ね、大盤と、なんかとりあえず墨を集める。墨を集めて、この墨を攻めていって、そっから進行していくっていうスタイルでいこうかなと思います。まあ、とりあえず今日はね、1月の27なんですけど、まあ私この朝からまたお弁当を食べる仕事が待ってるんでね、それに備えて準備していくんですけれど、まあちょっとまだ準備するに早いからということで、まあ今やってるんですけど、まあなんでしょうね、なんか今日ヘルさんのね単独ライブあったみたいで、まあ今なんかトークライブもやってるみたいなんですけど、まあちょっとね、まあなんか思うところもありますわな、なんかね、やっぱね、なんかこういつまでもいると思うな親と推しということでね、やっぱ思うところもありますわな。なんか続けていきたいけどちょっと難しくなっていくっていうのはね、やっぱありますわな。大変な時もあるやろし、まあでも基本的にね、やっぱ漫才師とかね、結局この水商売もそうですけど、大変なことの方がね多いからね、まあ多分そういう大変な時期が多いから、やっぱり、まあ、今までお疲れ様でしたというべきなのか。まあ、あとはなんかこの お弁当を食べるものとしては、ね、私は、辞めていく人の方が多いんでね、やっぱり。まあ、なんていうか、重い気持ちはわかるっていうか。っていう感じで、な感じで思いますね。これいいですね、これね。意外に落ち着いて喋れるんやけど。まあ、あとはね、まあ、中谷さん、じゃあ、なんかね、まあ、とりあえずね、ちょっと一人になる時間がね、最近多くて、うん、なんか、今まではいろんな人と関わりがあったんですけど、まあ、それもちょっと減ったので、まあ、ちょっとバタバタ仕事もね、落ち着かない感じなんで、ちょっとね、あるんですけど、中谷さん。早くね、仕事落ち着きたいよね。やっぱりね。っていう言いながら、店はちょっとね、いろんなことやってるんですけど、最近ラーメンを始めまして、今見てください。今、四隅の2ピース見つけたんで、これ、だいぶ、この今回新店員ですよ。これ、ただ、検品してるだけやからね、今ね。あ、こうしよう。もう、じゃないやつは、端っこ。こっちに端っこ。ちょっと一回、こっちに端っこ。うん。そうでもせんかった。終わらんわ、これ。うん、
新メニューとかをちょっとね用意したりとか、ちょっとねビールとかも普通のビールじゃなくて、なんかアップルビールとブラックベリーのビールをねちょっと用意してみたりとかね、ちょっとやってますんでよろしくお願いします。で、まあそれくらいかなまあ後でまた別のこと思いついたら喋りますけど、いやでもやっぱなんかね、やっぱ切ない気持ちも反面、なんかなんやろう、やっぱ続けていくっていうことでは何事に関してもやっぱ大変なことだと思うので、うん、その気持ちもわかるし、まあなんかでもまあなんかね、なんかヘルナイトでも言いましたけど、死ぬわけちゃうからね死ぬわけちゃうからね、うん、そのいるからね、ヘルさんは。ヘル島内という生き物はまだいるから、そう考えたら別になんか、まあ、僕からしたらダーマ神殿に行って、ちょっとダーマ神殿でちょっと戦士から武闘家にジョブチェンジしたくらいかなっていう感覚で見てますけどね。うん、でもなんかまあでも愉快な人やからね。そんな愉快なヘルさんとまた来週またねツイキャスですけど、うん、でも次でラストなんかな、次でラスト、じゃあ次の次でくらいでラストか、早いな。まあまたそれか不定期配信ということになるので、あー見つけた、はい、四隅のもう一個、こっから進めていくっていうね、冒険の序盤でございますね。はい、結構意外にね、コマは結構ピースを集めるという行為からまず始めていくっていうね、まあ、これ、まあ、できるまではなんか余計なことせんで済むか、意外に喋れますね。あと3分くらいですけど、とりあえずね、あ、なんかでもなんか一人になる時間が増えたっていうことなんで、まあなんかゲームとかもう一回やってきたんです。ゲーム配信ねちょこちょこやってたんですけど、なんかテストでやってたらまた仕事が忙しくなっちゃったんで、ちょっとできなくなっちゃったんで、まだもう一回復活したいなっていうのは、やっぱゲームを一人でやるのも悪くはないんですけど、マインクラフトとかってやっぱね、なんか自分で建てたものをちょっと自慢するっていうところも一応セットみたいなところだと思うんですよね。こんなん作ってんっていう、それを言うのも大事な過程やと思ってるんで、まあもう一回ちょっとやっていきたいなっていうのは、またなんかもっと仲良くねやっていきたいですね。うん、でとりあえずまあとりあえず2月ね、これからまた厳しいですけど、まあいろんな配信したり、なんか新商品を頑張って考えてみたりとか、まあ、でも最近ちょっとほんまにラーメンに関しては普通にちょけてないですねって言われていつも喋ってる時はちょけてますけど、ラーメンに関しては全然ちょけてないですねって言われてちょっと嬉しかったんで、まあ、よかったら皆さん食べに来てくれたら嬉しいです。まあでもなんかちょっとね、もうチャーシューがねなかなかちょっといいのが見つからなかったというか、いい感じにまとまらへんかったからね、ちょっとだいぶ難儀したんですけど、まとまったよ。最近美味しいチャーシューができたんで良きよかったなって感じ。お、どんどんピースは集まってきた。もうピースを集めてるっていう行為だけでもう10分終わろうとしてる。あと1分ちょい。あー、やったこれやったぞ。やった、あった。うん、なんかね、面白いこともいっぱいしていきたいなっていう、基本的には面白いことをいっぱいしていきたいですね。うん、というわけで、まああと10分ね、またよかったらこれからもどうぞよろしくお願いします。まあちょっと動画でブログ、何かをやりながら喋れるっていうのはまあ分かったんで、ちょっとまとめていきたいなと思います。よいしょ、よし、これで OK。まあ、一応告知ですけど、まあ、告知ってほどでもないんですけど、まあ、私、まあ、なんか、3月くらいにまたなんか、3月のこと喋ろう。次回は。というわけで、どうもどうもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。